ピエトロ・ダ・コルトーナ、ピエトロ・ダ・コルトーナ、本名、ピエトロ・ベレッティには、正規バロックのイタリアの画家、建築家である。とりわけフレスコが装飾、絵画の分野で、数多くの作品を残している。教皇ウルガヌス八世の時代に、彼は、ベルニーに、ボルロミーニと並んで、ローマにおける主要な建築家の一人であった。代表作であるローマのバルベリーニ宮殿の巨大な天井 建築装飾、絵画、現実空間の区別がつかないようなイリュージョン、作詞効果を持ち、後世の美術家に多大な影響を与えた。ピエトロ・ダ・コルトーナは1596年、フィレンツェ近郊のコルトーナに石膏の子として生まれた。フィレンツェの画家、コモディに指示し、1613年、死と共にローマへ出て、以後主にローマで活動した。ローマでは、 はじめ銀行家の作結機器に見出され、同家のためにカステル・フサーノの別荘を、神話、軍医主題のフレスコが装飾したほか、一連の絵画作品を描いた。中でもサビニの女たちの略奪、1629年頃、には、彼の長所、人物像、物語画を描く能力と、短所、人物像の心理的描写の欠如が明白に表ている。そのダイナミックな構成、 人物の劇的なポーズなどは、1620年代頃までのローマで支配的であった古典様式ともカラバジョ風の写実表現とも一線を隠すものであり、正規はロック期の特色がよく現れている。ピエトロは、ローマの実力者であったフランチェスコ・バルベリーニ、数奇教の目に留まり、フランチェスコの王子にあたる数奇教マッフェオ・ヴィンチェンツ・バルベリーニが1623年に言い、 マ教皇ウルバヌス8世となってからは、教皇庁関係の仕事も手がけるようになった。ウルバヌス8世は、ガリレオ裁判に関わった教皇として知られるが、多くの芸術家に、活躍の場を与えた芸術の守護者としても知られる。ピエトロは、パラッツォ・バルベリーに、元ローマ国立美術館2階広間の、天井画製作という大仕事を移植され、 1633年から1639年にかけて制作したこの天井画は彼の代表作となっている。この間、1633年から1634年にかけては公立美術学校であるアカデミーアディさん、ルーカの校長を務め、1637年から1647年にかけてはフィレンツェに滞在し、トスカーナ大公の注文で、 ピッティ宮殿の装飾に携わった。その後は再びローマへ戻って、晩年まで制作を続けた。バルベリーニ宮殿の天井が神の設立、神の血などと訳す場合もある、は、ピエトロの代表作であるとともに、イタリアの世紀バロック期を代表する大作である。17世紀バロック建築の代表作の一つである、バルベリーニ宮殿の2階中央の広間天井に描かれたもので、 幅十五メートル、奥行き二十五メートルにも及ぶ大画面に数多くの人物が配されている。構図の中心に位置する神の設理の部位の女性像をはじめ、人物は空間に浮遊するように描かれ、天井がそのまま天空へと繋がっているような錯覚を見る者に起こす。そっ数の手法を用いて、二次元平面である絵画と建築装飾の区別がつかないように見せる手法は一。 世代前のアンニーバレ・カラッチラも用いていた。カラッチの制作になるファルネーゼ宮殿の天井画は、天井を細かい区画に分けたクアドリ・リッポルターティ、疑似学へという手法を用いている。一方、このバルベリーニ宮殿の天井画に用いられた手法は一歩、進んだクアドラ・トゥーラと言われるもので、遠近法と作詞効果を駆使し、絵画と建築装飾の区別がつかないだけでなく、絵画、 建築装飾と鑑賞者のいる現実空間との境が曖昧になっている。神の説理では画面の四隅から立ち上がる装飾付きの柱とその上のコーニス、中上の水平材によって画面大きく五つに分かれているが、これらの建築部材はすべて平面に描かれたものであり、描かれた登場人物たちはこれらの区画を飛び越えて自在に飛翔している。作品の主題は複雑であるが、 一言で言えば、教皇ウルバノス発生の栄光を称えるものであり、ウルバノス発生の優れた知性によって、神の摂理が実現されたことを様々な、偶意人物像で表したものである。建築の作例が、比較的、少なく、また彼自身が建築を、絵画の次の副次的な活動とみなしていたにも、かかわらず、彼による建築が、バロック建築に与えた影響は顕著である。 建築作品に関しては、彼は1634年から1650年にかけて、セールカ聖女、マルティーナ教会の実現に従事した。1656年から57年にかけては、サンタマリア・デル・ラ・パーチェ聖堂のファサードの実現に尽力し、続く年月には、サンタマリア・イン・ビア・ラータ聖堂の実現に尽力した。本作品の画像は、外部リンクを参照。 建築家として有名になる以前、ピエトロは解剖学のイラストを描いていたが、それが出版されるのは彼が亡くなってから一世紀後の1741年になってからであった。解剖学イラストは1618年頃に制作された。人体のドラマチックな姿勢とその正確な描写はルネサンス期及びバロック期の芸術家の様式と一致しているが、 ピエトロ・ダ・コルトーナの作品はとりわけ表現豊かなものである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。